こんにちは、エバトたけしです。今回は自分にはどれだけ頑張ってもできないことがある。どれだけ努力しても手に入れることができない生活がある。と気づくのは悲しいことではありません。というテーマでお話ししていきたいと思います。すべての人間には無限の可能性がある。すべての人間には平等のチャンスがある。 頑張れば何でもできるという言葉を聞くと嬉しくなりますが、この言葉を盲信するのはかなり危険です。例えば、いい学校に行って、いい会社に就職して、出世するのが幸せですよと教えられてきた人が、よし、自分には無限の可能性があると頑張り始めたとします。しかし、すべての人がいい学校に入れるわけではありません。定員が100名の学校に、 200人が受験したら合格するのは半分になります。このような場合、可能性は無限にあるのではなく、可能性は50%です。新入社員が、よし、私たちには平等のチャンスがあると頑張り始めても、すべての新入社員が同じ確率で役員になれるはずはありません。100人いる会社で社長を目指したら、社長になれる確率は1%になります。 すべての人間は違う存在です。すべての人間は違う存在だから好き嫌いもそれぞれ違うのが当然のことです。すべての人間にはできることとできないことがあります。すべての人間には得意なことと苦手なことがあります。頑張れば何でもできると思っていても勉強が嫌いな人は勉強を頑張ることができません。可能性は無限にある。 と苦手なことを頑張り続けてもあまり上達することはありません。できないことをできないと気づくのはとても大切なことです。これは僕には向いていないな、これは私には無縁だなと諦めることで自分の好きなこと、自分に向いていることを探すことができるようになります。それなのに頑張っていれば自分にもチャンスが巡ってくるはずだと自分の嫌いなことを やり続けてしまうことがあります。できないことはできないと諦めることができないと、いつまで経ってもできるようにならないことを頑張り続けることになります。より早くこれはやめた方がいいなと気づくことで、より早く自分にできることを探そうと現実に目を向けることができるようになります。逆にそのような気づきが遅くなればなるほど、 諦めることが難しくなります自分は嫌いなことをやり続けていたと気づいても、今更やめることはできない、今更別れることはできないとなってしまいます。自分にはできないことがあると受け入れるのは、人生を諦めるということではありません。自分はこういうことが苦手なんだと気づき、それはやめた方がいいなと諦めることで、じゃあ、どんなことならできるのかな と自分の進むべき道を現実的に選択できるようになります。できないことがたくさんあればあるほど、できることが少なければ少ないほど、自分にはこれしかないと決めやすくなります。例えば、私は読書に熱中すると朝まで読み続けることがあります。朝まで読書をして、そこから寝たら定時出社することができません。その時点で私は、 会社員になるための資格を満たしていないということになります。なので、私は会社員になることを諦めました。私は30代の時、自分にはできないことがあるんだと受け入れることができましたが、もっと早く会社員になることを諦めることができていたら、もっと早く楽になることができたのにと思います。 私はこれをやりません。だってできないんだからと諦めるのが遅れれば遅れるほど嫌なことをやり続けて辛い時間を長引かせることになります。できないことはできないんですよと早く諦めた方が早く楽になることができます。頑張れば何でもできるとできないことをやり続けることでイライラしたり不機嫌になることが多くなります。自分にはできない仕事がある と気づくのは悲しいことではありません。自分の嫌いなことに気づくことで自分の好きなことを探すことができるようになります。みんなもそうしているからという理由で私もそういう生活を手に入れなければいけないと間違った選択をしないように気をつけてほしいと思います。今回も最後までご視聴していただきありがとうございます。 素敵な一日を送っていきましょう。エバトタケシでした。